民部省は、律令成果の八省の一つ、明治時代の省庁の一つ、律令成果の八省の一つ。和名は、田光笠。財政、租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路、租税のことを司る。財政官庁として、他に大蔵省があったが、租税や租税関係の戸籍は、こちらが取り扱ったため、大蔵省よりも重視された。 ちなみに、戸籍の内政紙などは、事務省の管轄である。ただし、上岸4年7月27日付戦時によって、官物免除を除く諸国から中央への申請はすべて、大上官で決定してそのまま、大上官府にて、諸国に直接通達するとされ、その規定が、上岸式以後にも継承されたため、以後民部省が関わる職務に関する決定の多くは、 大長官が扱うこととなり、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった。民部省が管轄下の監視や諸国の国司に対して発給した府を民部省府という。民部省は平安時代中期以降の諸縁制度の発展とともに、民部省はそれから必然的に生ずる知見関係の諸問題を扱う監視として、諸縁の認定に関与することになり、 大上官は発給する官府及び民部省が発給する、商府による許可を得た省縁を干渉不相と称されることとなる。上官である民部卿は、正四位下相当であるが、以上のように、知見関係や、租税関係を扱う住職であることから中納言以上の苦行が検体することが多かった。さらに民部省の実務に当たっていた法案に当たる民部大進む、 民部す進むは、県官とされ、毎年正月の上位では4人いるかき部、進むの内上老者1名が、十五位下に除せられるのが慣例であった。それらのものは、民部大部と称された。六位倉と、四季部、進む、劇、死、ケビーシエモンの城など、他の県官から除赦したものと同様に、民部進むから五位に上されたものは、受領に認じられる資格があり、 女子役ご一定の待機期間の後、受領に認じられた。大助以下の定員は以下の通り。中、大助、小友には後に、玄関も設置された。臨院、民部省に付属する施設。用の一部と燃料薄付き米を収蔵して、諸行事などで分配した。大乗官佐大使が別当を、中塚佐商券物と主継続が高等を務めて、これを管理した。 明治2年7月8日、それまでの完成の大改正により、民部官が改組される形で、大上官に設置された省庁の一つで、国内行政を管轄していた。ところが、その1ヶ月後の8月11日に、大倉省と合併。しかし、明治3年7月10日にはまた民部省と大倉省が分離。明治2年11月18日に、民部省に、 改正係が設置された。全進論的改革を唱える岩倉智美大久保とし一派と旧身論的改革を唱える三条、耳木戸高吉一派の対立が主な原因であり、徴税と財政機構の一体化による中央集権体制の確立を主張する木戸高吉一派の管理が強く推進した結果である。地疎改正の方針について民部省は、 地方民の窮状に接して、その減税要求を入れようという立場に立ったのに対し、大蔵省は、財政支出の増加に対処して、収入の確保を必要と考えていたからであるただし、形式上は要省とも存続され、教育課小進む以上の幹部が、両省の役職を兼ねることで統一されたため、民部大蔵省とも称された。一方、大久保敏道、広沢沙根添島汰尾 佐々木隆之の四三義が地方間の指示を受けて再分離を求めた。その結果、明治3年7月10日に大久保が主導して、両省の再分離が決定された。だが、大久保の主張した旧爆心管理の追放が認められず、租税については一括して大倉省が担当することになったために、両者の対立が続いた。八百七十年九月四日に、 社辞係を設け、旧暦うるー10月20日に、人員料と改める。その後、明治3年うるー10月20日に、食産工業を推進する工部省が民部省から分離され、明治4年7月27日に改めて民部省は大蔵省に合併されて廃止された。だが、巨大官庁大蔵省誕生に対する政府内の反発は収まらず、 1873年11月29日に、調税以外の国内行政部門は再度分離されて、新しく内務省が創設されることとなった。ありがとうございます。